安い。それでは質問を受けたします。すみません、読売新聞。昨日も少し言ったんですけど、政府の GoTo キャンペーン、こちらは司会であります。ただいまから市民第一議員団会が開会されます。市民第一議員の方は議員団会議室にご参集願います。ただいまから市民第一議員団会が開会されます。市民第一議員の方は議員団会議室にご参集願います。コロナに感染してるかどうかわからない人たちがこう動くことによって、感染が拡大するということなんで、ぜひこれはまあお願いベースだけど、GoTo キャンペーンに参加する、その事業者はもちろんですけど、お客さん、もですね、その移動する際に、これはもう全て PCR っていうと、非常に手間かかるけども抗体検査、簡易検査で陰性の人が動けるようなそういう形を取ればね、これは拡大にはつながらないし、今それをちょっとこれもちろん吉村知事とも相談しますけど、大阪でこうそういう仕組みをちょっと考えていきたい。抗体検査というやり方で、抗体検査であれば5分程度で答え出ますし、あとはその確率なんですけど精度で、この今その精度をちょっとエビデンスをこうエビデンスに基づいた精度が PCR と同程度であればね、陰性確認これ十分それ使えるなとこう思ってます。だからそういう形でコロナに感染してない人たちが参加してもらえるような形をぜひ作っていきたいと思います。昨日菅官房長官はその延長自体は考えていない、延期自体は考えていないとおっしゃったんですけど、まあ、そのこのタイミングでやることの是非についてはどうなってやるべきなのか、そうではない。いやだからそういう感染拡大をさせない対策を講じた上で僕はやるべきだと。というのも、もう、観光事業者の皆さん、その、サービス業の皆さん、ホテル、飲食店、持ちませんよ、このままでは。これ、吉村知事も言ってるけども、コロナにおいて命の危険というのもあるけど、要は仕事がない、開店休業状況で、やはり、生活ができなくて命に関わる場合もありますから、そういうものを鑑みて対応していくのが我々政治の役割だと思っています。関係のありかなんですけど、先ほど言ったその抗体検査の実施の仕組みなんですけれども、それは大阪府民に対して旅行に行く人について検査するという意味なのか、それとも大阪に観光に来る人について検査するという意味なのか、どういう、こうイメージになるんでしょうか。両方ですね。だからやっぱり全国で人が動くということであれば、これは国挙げてやるべきだと思ってます。我々はだから、まあ、例えば GoTo キャンペーンに参加する事業者の皆さんにもそういう、協議をちょっとして、例えばまずはホテルだとか、そういうところで受け入れる側はもう感染者はいない状態で受け入れないと、だからそれは安心して来ていただけるということにもつながるし、ちょっとそれをね、そういうこう仕組みを早期に、組み立てていきたいと思ってます。大阪だけだったらもちろん全国を対象にしないとあまり意味がないかなと思うんですけど、考えていくのは全国的にそういう検査をやってこのキャンペーンを実施していくっていうことになるんでしょうか。そういう形で、人が動くコロナに、の対策をしながら安心して、要は旅行ができる、そういうことをやるべきだと思ってます。吉村知事が、まあ、東京に行かれてると思うんですけれども、そこでそういう要望をされるということですか。いやこれはちょっとまだ吉村知事と話してないんで、今日の要望はいろいろ関空とか
関空対策とかそういう要望だって言ってます。関連して朝日新聞の笹川です。市長おっしゃるその抗体検査ですけれども、これはじゃあその宿泊施設などで利用される方なんかが、こう抗体検査ができるように府や市でこう準備をしておくということになるんでしょうか。そういう形を作っていきたい。だって皆さんも、これね、このお盆休みどこか行くのにまず自身の状況って知った上で、こう行くと安心感ありますよね。だから全員じゃなくてもこれ濃厚接触すると、感染、率は感染率が高いわけですから、家族の中で一人ねこういう形で検査するとその家族はこれは全て陰性であれば、コロナに罹患してない感染してないということが確認できますからね。その、家族で一人が受けるとしても、一定の費用が発生しますけれどもその費用についてこう府や市がある程度補助するとかお金を出すという考えはあるんですか。これ PCR 検査よりも非常に安価でできるんでPCR の無料でするやるということよりはよっぽど現実的だと思います。その府市でお金を出して無料で受けられるようにするという今市長のお考えとしてはそういう考えですか。そういう考えです、で今回も夜の町関連そういう接待伴うお店をの人たちを、南でまずは仮設の検査室を作ってやるわけですから、それも無料ですからね。PCR は無料といってもこれ実際無料じゃなくてお金かかってるわけですよ。PCR は結構なお値段しますからね。試薬とそういうものを全部含めれば、機器も含めて人件費も考えれば。なんですが、その抗体検査で陰性だった方は、どうぞ旅行を交通機関で利用して旅行してくださいっていう方法で検査されるんです。これはだから抗体検査の感度が PCR と同等というエビデンスがいりますけど、その一度でも罹患してて、抗体を持ってで今回復された方っていうのは、ちょっと控えてくださいいう話になっています。いやだから要は感染してない人が、旅行してもらいたいということです。だから治ってる人は PCR 検査しても要は陰性って出ますから。抗体検査では多分抗体持ってたら陽性って言うんだか分からないと思うんですが、いやだからそこ抗体検査でいろいろその専門家の皆さんに聞くと陽性が偽陽性の時があるんです。だから陰性はほぼ PCR と同程度の精度だと聞いてますから、だから抗体検査で陽性出た場合は PCR 行ったり、でそこでもう一度はっきり陽性になればこれはもう感染症対策にのっとってまずは治療ですよと。だから2週間隔離させていただいて治療してもらうしかない。そういう人はやはりこの GoTo キャンペーンには参加をだから治るまではね、コロナを治療して、完治するまではやっぱり一定期間は隔離の中で過ごしてもらわなければなりません。大阪市民新聞の話です。今の確認ですけど、ちょっと私の理解が足りないのかもしれませんが、抗体検査というのは、かつて、罹患してきて、それによって、抗体があると、だから抗体ができている人を探す検査というのを理解しているんですけど、かつて罹患していたとしても、また出てくる可能性というのは、今現状では可能性として残っているかと思うんですけど、そこは、
PCR だったら今現在ないということは、その辺はどうか。抗体検査もかかっていないという陰性というのははっきりと結果が出てきます。抗体検査というのは現在かかっていない、まあ、だからかかったことがまだないところなんです。それと過去にかかっている、それから今現在かかっている、この3つ答えが出ますから、抗体検査で。でこれで、陰性っていうのはかかっていないということです。だこの人たちが GoTo キャンペーンに参加すればいいと思ってます。他はご質問ございますでしょうか。関西テレビです。抗体検査の精度というか、を PCR と同等かどうかっていう、まあ、その調べるスケジュール感と、まあ、いつからその今おっしゃったことを始めたいかっていうことと、もう一つその、まあ、他内の対象の人数になると思うんですけども、その辺の予算感の規模っていうのもあればでしょうか。これ専門家の、の昨日話を聞いた感じです。陰性確認については PCR とほぼ変わらない精度でできるということが今までやってくる中で、抗体検査で陰性出た人は、PCR 検査でも陰性だったというそういう、要は結果が積み上がってきていると聞いてますので、それも、まさに我々、専門家じゃないもんだけでそれは判断できませんから、そこを専門家に確かめたいと思ってます。どういう場でとかは想定はあるんですか。どういう場で専門家に聞くとかは想定はありますか。だからこれ今府の専門家会議のメンバー、そういう皆さんにも一度ご意見聞きたいと思ってます。まあ、始められるスケジュール感っていうのは、まあ、それ次第だと思うんですけども、うん、どのあたりから始めたいか、それがはっきり確率、エビデンスが確立できれば早く始めたいと思います。あとは厚労省とも相談しなければなりません。PCR 検査時間もかかるし、だから唾液でできる場合と、それから無症状の場合はやっぱり鼻の奥 の検体取らなければならないし、これはもうドクターしかできないし、いろいろやっぱりこれはもう全て、大阪の880万全てとか市民270万全てってなると、これはちょっと物理的に難しい、ただこの抗体であればね、非常にスピード感を持って進められるんじゃないかなと思ってます。産経新聞ですけど、抗体検査の対象はあくまで府民ということでよろしいんでしょうか。それはこれは、まあ、大阪市である場合は大阪市民対象です。市民の税でやるわけです。なのでその旅行に大阪に来てちょっと抗体検査を受けたいとか、そういうのはできないっていう。それはそれを調整するのは国の役割だと思いますね。各、府県が全てそれできれば非常に安心して GoTo キャンペーンが実施できるんじゃないかなと思いますけどね。もう一個確認なんですけど、このキャンペーンを利用する方は全員その制度ができた場合、それをやって検査を受けてもらう、なんていうんですか、義務付きですか。これ義務にするんなら国がそういう旗振りしてもらわないとできません。それ日本は移動、憲法で移動の自由は保障されてるわけなんで、これがないと移動するなということを義務化するのはなかなか難しいと思います。大阪独自でやる場合となるべく受けてくださいねというような形になる。大阪独自でやる場合と、もうなるべく受けてくださいというお願いベースになりますよね。他ございますでしょうか。すいません、読売テレビの福島さんです。今日グローバル拠点都市に京阪神の前選ばれたということで、コメントも出されてましたけど、これでこう、新しくね、新しい分野のビジネスにチャレンジをする、そういうこう企業がね、活動しやすくなるということですから、我々はそのグローバル拠点都市に指定された強みを生かして、まさに大阪で新たなイノベーションを起こしていきたいと思っています。
関西テレビ、ちょっと先ほどの話に戻ってすみません、あの国と調整ということで、その大阪に来られる方もそのようにしないと、なかなかその大阪から出る方が、例えば検査しても、ちょっとこう、まあ、意味だとは思わないんですけれども、まあ、両方あってこその効果かなと思うんですけど、国と調整つかなくて、受け入れの人になかなかできなくても、大阪から出る人に対してはそれをやるということです。うん、あのまずはあの一番大切なのは、この抗体検査で、まさにあの一人一人の、一人一人のコロナに感染しているか否かをきちっと高い確率でこれも仕分けができるかどうか、そこをまず専門家に判断してもらった上 でやっぱりあの受け入れる側、あの例えば東京からね、あの僕は来ていただいて結構だと思うんだけど、来てもらった時にホテル のそういう、 こう従業員の皆さん、働いてる皆さんも不安ですよね、うん、これがどんどん増えてきた時に、そういう、こうもちろん感染しない対策はね、まあ、マスクをしたりフェイスシールドをしたりやりますけど、うん、それでもやっぱり不安なんで、あとは来ていただいた方に、これはいや、こう自宅出て出発するときに僕は陰性で抗体検査してきましたよと安心して接待接客ができるわけですから、まあ、そういう形をこれぜひ、日本中で作っていく必要が僕はあると思ってるんです。だからそれは、抗体検査はそれは多少経費かかりますけど、今回、全ての国民の皆さんにこれ所得制限なし10万円給付する予算まで組んだ やっぱりコロナ対策をやってるわけですから、でこの経済を取り戻せばそれ以上のね、また経済効果が出ますから、やっぱり国がそういう形で、こう人の移動に対して安心感を持たせるというのはやっぱり国がやるべきだと思ってます。で あとは物理的にそれだけの数のね、抗体検査キットとかそういうものが用意できるかどうかですけど、うん、今のところは、その、アジアは少し、患者数が減ってきてますから、ある程度、そういうキットは用意できると、そういうふうに考えてますけど、まあ、その国にも働くきっかけていくけども、お国に先行して大阪、まず大阪市民から対象にしていくというのはあるということですか。うん、それはあります。すみません、毎日の電話です。抗体検査の話なんですけれども、うん、まあ、もちろん陰性だったらその人はもうこれまでかかってないということなので、まあ、安心して旅行に行くということは一つあるかと思うんですけど、うん、陰性ということは、まあ、そのあとまたかかるかもしれないという可能性もあるわけで、みんながみんな陰性で、陰性の人ばっかりでやってれば問題ないと思うんですけど、例えばその、抗体検査を受けてない人がそこに行ってですね、でそこでかかっちゃうと結局同じなのかなと思うんですけど。いや、でもやらないより、安心できますよね。うん、だから、やっぱり、今のその話だったらもう、万が一受けてない人もいるんだから、もうやらない方がマシという話。僕はやった方が安心できるからよりますというふうな立ち位置に立ってます。GoTo キャンペーンを延期する方がより安心じゃないかという意見もあるかと思うんですけど、その点についてはいかがでしょうか。GoTo キャンペーン を延期することによって、じゃあ、今、そういうサービス業の皆さん、これいつまでね、こう、うん、要は開店休業状態で、その人たちの生活っていうのはどうなのかなと思いますね。うん、これは吉村知事も言うように、これはどちらも命に関わる問題なんで、うん、やはり、こう重篤な患者さんのベッドが、これが、ある程度確保できている、このベッドがもう逼迫してるこの状態の中ではね、まさに、コロナにかかって、
重症の症状になった時に命を落としますけども、これまでの、患者さんの治療状況を見れば、そのベッドをきちっと確保しながらコロナと向き合っていけば、この高齢者で基礎疾患ある人、これは非常にリスク高いですけど、それ以外の方々は生還していただいてますので、退院されてるんで、やはりそういうことも考えて、そのコロナのワクチンと治療薬ない間、ウィズコロナの間はやはり両立、経済との両立をさせなければならないと思っています。かなり前にかかっていて、今抗体を持っているとということは、この人が移動しても、むしろ逆にかかりにくい人がいようかと思うんですけど、もちろんその今現役でかかっている人もいるんじゃないかと思いますが、そういう人たちにあなたはもう抗体持っているからちょっと旅行しないでくれというふうには、これはもうお願いベースということになるんですね。先ほど来おっしゃってます。それはその抗体持ってるっていうのはかかったことがあるということで、その人は今現在、陽性患者ではありませんから、ただ、一度かかったからといってこのコロナは、二度とかからないという、そういうことではないということなんで、あくまでもやっぱり陰性の方が、この GoTo キャンペーンに参加してもらえるようにしていきたいと思ってます。ちなみに市長が相談されているその専門家というのはどういうこの専門家というふうに言ったらでしょうか。どういうものと、いろいろとあれです。今回も、我々のコロナ対策にいろいろ関与していただいている方です。今名前を言ってもみんなわかるんですけどね。いきなりその人の名前出してっていうのもまだこれやるって決めたわけじゃないので、その抗体検査の、信頼度、PCR との比べて信頼度を確認した上です。それともう一つだけ、PCR 検査はやっぱり時間かかるという話だったんですけども、今厚労省がまだちょっと認めてない機械で世界中で使われているっていう日本製の PCR 治療機械があるみたいなんですけど、そういったものがあれば、その自体案件とかそれぞれの保健所でもですね、かなり負担を下げられて、なおかつ処理も早いということができるんじゃないかなと思うんですけど、もう国に対してそういったもののですね、承認をお願いするといったことは今後考えておられますか。それもその機械の本当に、制度がどうなのか、厚労省も日本製の機械で世界でそういう検査されてるのはもう十分知ってのことだと思うんでね、そこは我々がいちいち言うより厚労省内で議論されていることだと思います。すみません、今後の進め方なんですけど、まずはその信頼度とかを専門家会議に、専門家会議にまず測るっていうことになるんでしょうか。まずはちょっと事務的に整理してもらいます。その後で、もし厚労省側に申し出るんだったら府市で申し出るっていうことになるんですか。吉村知事と相談します。ABC テレビの辻なんですけど、昨日感染宣言のステッカーの話を少ししていたと思うんですが、今日現在で府の導入件数が6070というふうに聞いたんですけれども、その、数の受け止めと、もし松井市長ご自身の中で目標値があるのであれば教えていただけますか。これはもう感染拡大を止めていくためには全ての店舗で導入していただきたいと思います。だからその中で6000ということはまだまだもう本当に序についたばかり、もうスタートしたばかりだなと思ってます、はい。もう一点、その昨日 グラムの中で、夜の街の関連の方だったら無症状で、全員検査を受けるという方向でお話されてたと思いますけど、夜の街絡みじゃない人も含めて全員検査を受けるということではないという改めての確認なんですけど、いや、これでも自己申告ですから、我々はまず今、要は発生、コロナの発生をしている、そういう、場所で、出入りをされている、そういう場所に、出入りされている人たちを重点的にやりたい、わけですけど、別に
その証明書、それを証明をするものをね求めるわけでもないし、だから確認のしようがありませんから、うん、我々としたら今コロナが発生しているそういうところに出入りしている方を重点的にやりたいですけども、それをこう確認をもとするためのものを求めるわけではありませんから、まあ誰でも来ていただいたら、検査は受けれるということになります。全市民に対しても無差別にもう全員に対してやりますよというわけではないという、だから希望される方が保健所に連絡をして、そうです、まあ、やるという、うん、はい、よろしいでしょうか。それでは終了いたします。ここから政務に入ります。質問ある人はお願いします。内容ですので終わります、うん。